はい、ね、こんにちは。行きますよ、第1問いきます。括弧1番は x-2 の3乗を展開しなさいって言ってます。はい、できますか。はい、まあできるね、できるんだけども、まあ、こういう時はね、せっせとね、こう確認しておきましょうね。はい、a引く b の3乗の展開公式を確認しておきますと、これは a の3乗マイナス 3a2 乗 b プラス 3ab2 乗マイナス b3 乗と、こういうふうに展開公式決まりがありましたから、今回の場合は a イコール x で b イコール2のように適用すれば答えは一瞬で出ます。だから x 引く2の3乗っていうのは、まず a の3乗だから、そのまま x3 乗マイナス3倍の x2 乗かける2だから、3×2 やから6やね、 6x2 乗でプラスの、今度は x×2×2×3 だから12になりますね。 12x 最後マイナスで、ここの3乗2の3乗だからマイナス8と、こうなります。はい、なので答えがあいうえ、はい、いいね。カッコ2もいきますね。2番は、まあ、あのこれね、今展開したから次はあれよね、因数分解しようぜって話ね。いきます。で、元の式どんなになってるかっていうと、もうここに書いちゃうんですね。 5x2 乗、プラス 7x、マイナス6と、こんな問題が出されてます。はい、でこれ因数分解しなさいって言ってるんだけども、これね、舐めてますね、問題が。で、括弧がもうなんかほら、もう埋めてみたいな感じになってるでしょ。埋めてってなって、どんなふうになってるかっていうと、もう x プラスって書いちゃってますよね。書いちゃってて、ここはおで、ここ空いてて、なんとか x引くなんとか、ここに書いてくれてるね。舐められたもんですわ、もう埋めるだけやね。プラスマイナスも入っちゃってるから、じゃあどうしようかってなんねんけど、まずまあね、因数分解できる人はもうやってくださいすぐね。で、できない人向けに今簡単な方法を言っておくと、まず一番ね、最高次、これ2次の項ね、2次の項っていうのはこっからしか出てきませんね。こことここかけてしか出てこないので、まあ、x となんとか x をかけて 5x2 乗になんねんから、それはまあ5でしょうとかとかやっていくのね。で、あとはあの問題結構あとはふんって頑張んねんけど、まあ、ここね、ここをかけた時にマイナス6が出ますね。定数項だから、だからここの2つっていうのはかけてマイナス6になんねんから、まあ、かけてマイナス6になるいい感じの数って言ったら、まあまあなんかね、マイナス 2×3 とかさ、マイナス 3×2 とか、まあね、まあなんか 1×6 とかなんかつまんないじゃないですか。そんなことあんまないんですね。なんで、まあ、どっちかなみたいな適当に埋めてみたらいいんだけども、まあどうなのかな、なんかこうしたらうまいことできますね。こう OK、2×5 で10で 3×3x だから、引いて 7x 乗になりますから、これで OK と。はい、まあ、ちょっとかなり丁寧にやってしまいましたが、因数分解はね、しっかりものにしておいてください。絶対出ますからね。はい、以上。あ、だから何、 O が2で、 K が5で、 K が3かな。はい、3番いきます。3番はこれね、もう絶対出る有理化ね。問題はどうなのかっていうと、2プラスルート32マイナスルート3、これ有理化せよって言ってますね。で、まあね、有理化はもう毎回出るんで言ってますよね。はい、どうやってるかっていうと、はい、分母にね、こう中符号を書いたバージョンかけ取ってくださいね。はい、で分母分子に同じものをかけても別に変わりはしませんから、この作業を許されて、結果的にはどうなるかっていうと、ね、あ、ちょっと斜めってごめんね、ほんと気持ち悪い。まあこれワトサの積になってるから、2の2乗を引くルート3の2乗と、こうなるわけです。こうしたかったから、こういうふうに掛け算を持ってったと。で、上はまあこれね、2プラスルート3の2乗だから、まあやってください。これね、なんで下が4引く3、まあ一応書いておきましょうか。で、上が7プラス4ルート3で、4引く3ってよく考えたら1だったから、結果的には7プラス4ルート3と、こうなります。だから答えが空形5と。はい、 OK、 じゃあ第1問終わりですね。はいはい、じゃあ終わりです。お疲れ様です。